はい、皆さん、こんにちは。高井です。本日は2022年11月19日です。北九州の小倉駅に来ています。今回は西日本総合展示場で開催される東京ガールズコレクション2022を見に来ました。東京ガールズコレクションは2005年に初開催され、2022年現在まで毎年開催されているファッションイベントです。東京だけでなく、福岡や京都、沖縄などの地方都市でも開催されています。さらに国内にとどまらず、北京やパリなどの国外でも開催されたことがあります。その開催規模の大きさから、外務省や国土交通省が開催をバックアップし、日本最大級のファッションの祭典と呼ばれています。その東京ガールズコレクションに HKT48 からは、荒牧美咲ちゃんと伊藤ゆえるちゃん、矢吹奈子ちゃん、栗山里奈ちゃん、そして卒業生の児玉遥さんが出演します。他の48グループからは吉田あかりさんや元 AKB48 のメンバーである市川みのるさんなども出演します。そして本イベントの MC は元 SKE48 のメンバーである柴田彩さんが担当します。乃木坂46のメンバーも出演し、多くの有名アイドルグループのメンバーが出演する東京ガールズコレクション、通常の劇場公演やコンサートでは体感できない刺激を受けることができそうです。それでは会場内に入っていこうかと思います。今西日本総合展示場に向かってます。こちらに来るのは久々ですね。僕が最後に来たのが2019年の夏だったと思います。その時は HKT48 の握手会が西日本総合展示場でありまして、それ以降から僕は西日本総合展示場はもちろん北九州にすら来たことはありません。おそらく HKT のファンの方で最近にあったイベントといえば、2021年に行われた森安まどかの卒業公演かと思います。卒業公演の場所が北九州のソレイユホールなので、その時にこちらの北九州小倉に来たとは思います。見ての通りこんな感じでかなりの人だかりになってます。そりゃそうですよね、日本が誇るイベントですからね。やはり女性の方が多いですね。男性の方もいるんですけど、ファッションが今回のイベントのテーマですので、女性ファンが多いことがこちらを見てわかると思います。この体育館みたいなところが東京ガールズコレクションの開催地となります西日本総合展示場です。今回 HKT のメンバーは荒牧美咲ちゃん、伊藤ゆえるちゃんとか、あとなこちゃんも出ますね。あとは卒業メンバーの児玉遥さんですね。今回の西日本総合展示場の東京ガールズコレクションに出演します。注目ポイントとしては HKT のメンバーだけではなく、他の48グループの卒業生も東京ガールズコレクションのイベントに参加するということです。 NMB の吉田あかりさん、吉田あかりさんは YouTube で活躍しているというのは皆さんご存知かと思います。あとは MC を任されている柴田彩ちゃんですね。彩ちゃんといえば元 SKE の大黒柱的な存在だったかと思います。総選挙でも確か15位とかだったと思います。今はフリーのアナウンサーとして活躍しているみたいです。そして元 HKT のハルッピ、今は小玉ちゃんっていう呼ばれ方をしてますし、本人は小玉ちゃんと呼んでほしいと言ってますので、ここでは小玉ちゃんと言います。小玉ちゃんは HKT を卒業しまして、今は舞台を中心に活躍しています。たまにファンイベントとかも東京の方でやってるみたいなんで、機会があれば行ってみようかと思います。あと YouTube の方も小玉ちゃんをやってるみたいで、最近だと HKT48 のお出かけを想起させるような企画も行ってます。なこちゃんは卒業が決まってまして、卒業時期は未定ですけど、来年の春頃になると言われています。卒業コンサートもあるみたいです。卒業コンサートは
は。どこの会場になるか分かりませんけど、マリンメッセでしょうね。こちらの会場では多分ないとは思います。詳細は HKT の公式サイトで確認するしかないです。近くにはロイヤルホテルありますし、こちらの道を通って皆さんも握手会に行ってたと思います。あの先が小倉駅です。そしてこの先、北九州のプロサッカーチームのホームスタジオが見えてきます。それではですね、余談はこのぐらいにして、今から西日本総合伝承のイベント会場に入っていこうかと思います。時刻が15時10分過ぎです。一回外を出てきまして、西日本総合展示場の外の様子です。ちょうどさっき伊藤ゆえるちゃんと栗山里奈ちゃんの出演が終わりました。ワンピース姿で3人は出演したんですけど、特徴的なシルエットで藤田ニコルさんとか非常に有名でかつ個性的な出演者が多い中、存在感をあらわにしていたっていう意味で良かったなと思います。あとはなこちゃんが HKT の中では出てません。こだまちゃんもまだ出ておりません。その他気になる出演者も出ておりませんので、再入場して出演を待ちたいなと思います。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。今ですね、会場から出てきました。現在時刻が18時前です。再入場した時が15時15分だったんですけど、そこから1時間ぐらい待ちまして、16時過ぎぐらいになこちゃんとハルピが出てきました。なこちゃんは着物姿でランウェイを歩いてまして、例えるのであれば旅館のおかみさんのような姿でして、小さかったなこが小学生の頃から僕知ってますけど、大人の格好が似合うようになったのかと思うとすごく嬉しいです。直接会う機会はほとんどないと思いますので、今回こういった機会をいただけて本当に良かったなと思います。あとはこだまちゃんですね、ランウェイを歩きまして、初めて出た時は春っぴだってことに気づかなかったです。ただスクリーンに名前が表示されたことによって春っぴだってことが気づきました。こだまちゃんは卒業する前と後ではだいぶ雰囲気というか見た目が変わったなというふうに感じました。さらに他の乃木坂46の方もそうですし、アイズワンで一気に有名になりました本田仁美さんも出演してまして、直接見ることができてよかったなと思います。一通り見たい出演者の方は全て見終わりましたので、この辺にして帰ろうかなと思います。この動画を見ていいなと思った方はチャンネル登録とコメントと高評価お願いいたします。イエーイ。非常に懐かしいですね。このツールを使って HKT48 の握手会に行ってました。 HKT48 の握手会が2017年ぐらいからこちらの西日本総合展示場でも行われるようになりました。以前はマリンメッセが中心で握手会は行われていましたが、2017年ぐらいからこちらの西日本総合展示場でも握手会が開催されることになりました。少し福岡市内からは遠いんですけど、ただ移動手段としては非常にシンプルで、新幹線だと15分、特急電車だと45分でこちらの小倉駅まで行くことができます。福岡市内に次いで2番目に栄えているエリアとして小倉周辺が挙げられます。福岡市内に負けないぐらい非常に近代化が進んでる感じですね。近くにはホテルもあります。歩く歩道もありまして、福岡市内には意外とないので、初めて来た時は新鮮でした。こちらの西日本総合展示場でイベントがある時はちょっとしたプチ旅行も兼ねて HKT48 の握手会に行ってました。小倉駅周辺はこんな感じで、先ほど紹介したホテルもあります。あとはこちら小倉駅です。西日本総合展示場というイベント会場の一番のメリットとしては、雨に濡れることなくここまで来ることができるという点です。マリンメッセとか福岡国際センターとか、そういったイベント会場になりますと雨が降るとどうしても雨に濡れちゃうんですよね。しかも博多駅や天神駅から意外と遠くて、博多駅からだと歩いて30分以上はかかると思います。天神からも20分ぐらいはかかるのかと思います。ただこちらの西日本総合展示場に至っては小倉駅から10分程度で行くことができます。しかも雨に1回も濡れることなくここまで来ることができるんです。ここには多くの思い出がありまして、 SKE の社名会も実は西日本総合展示場で会ってました。6年半ぐらい前です。2016年に SKE48 のチキンラインっていうシングルがあるんですけど、そちらの社名会が西日本総合展示場であったんです。その時は須田あかりちゃんとか、今回 MC を担当した柴田彩ちゃんとか、高柳あかねちゃん、大場美奈ちゃん、谷とも写真を撮りました。 HKT だけではなく SKE のメンバーとも思い出のあるイベント会場です。僕にとっては2019年の HKT48 の握手会以来の3年ぶりの北九州小倉西日本総合展示場でのイベントでした。今回東京ガールズコレクション2022のイベントに行ってよかったなと思います。それでは今回の動画はここまでにしておきます。ご視聴いただきありがとうございました。